チアは、ヒソカアキギリ族の一年草で、メキシコ中南部からグアテマラにかけてが、原産地である。16世紀の面倒さえ文書には先、コロンブス時代のアステカにおいて栽培されていた様子が、残されており、トウモロコシと同じくらい重要な食用作物であったと考えられている。チアの種子は食用になる。リンレの植物の種で記載された植物の一つである。チアは、 ナワトルゴノ、チアンに由来する。メキシコのチアパス州の名は、ナワトルゴノで、チアの水もしくは、チアの川という意味になる。この種の他にサルビア・コラムベリエも、チアとして知られている。チアは1年生の総本植物で、1.75メートルほどの高さまで育ち、葉の大きさは幅3から5センチメートル、長さ4から8センチメートルで、ある。 花は紫色もしくは白色で茎の先に棒状に咲く。チアはその種子を刈るために商業的に栽培されている。チアシードは食べることができ商業的にスーパーフードと称されて売られている。オメガマイナス酸脂肪酸を豊富に含みリノレン酸を含む油脂が25から30%程度得られる。チアの種子は直径1ミリメートルほどの楕円型で茶。 灰、はい、黒、白などのまだらな色彩を呈している。種子は浸水性で水につけると多くてその質量の12倍の水分を吸収する。この時粘液質のゲル状の物質に包まれ、これがチアの入った飲み物に独特の食感を与える。パラグアイ、ボリビア、アルゼンチン、メキシコ、グアテマラ、アメリカ合衆国南西部などにおいてすりつぶす。 あるいはそのままの形で食用とされてきた。現在はヨーロッパをはじめとする世界各地で消費されており、2008年現在、オーストラリアが最大の生産国となっている。チア以外にもいくつかの商標で販売されているが、類似種のサルビア・コラムベリへは商業的に栽培されていない。アメリカ合衆国では1980年代にチアペットによりチアの需要が高まった。 これは、チアの種子が入ったペーストを動物などの形をした台に塗り、木のように発芽させて楽しむもので、アメリカ合衆国では、年間約50万のチアペットが売られている。ありがとうございます。